青葉区の江東台公園では文化の日恒例の青葉区民祭りが開かれ、多くの人でにぎわっています。青葉区民祭りは地域や世代を超えた交流などを目的に、学生や社会人ボランティアが中心となり毎年開いているものです。会場では青葉消防団によるはしご乗りも披露され、命がけの大技が決まると会場からは大きな歓声と拍手が起こりました。どうだった？初めて見たんですが、すごい感動して、あとは落ちそうで怖かったなと思って、はい、とても楽しかったです。青葉区民祭りは江東台公園を会場に午後4時まで開かれています。入場は無料です。